マツダ・大イとは日本の自動車メーカーのマツダが開発したコンセプトカーである。マツダ・大イ2007年の東京モーターショーで世界初公開。竜・竜宮日・博士に続くマツダのデザインテーマ、流れデザインの第4作目。流れデザインとは静止している時も動きを感じさせるような表現方法をテーマとしたマツダのデザインコンセプトであり。 今までにも自然が持つ動きを表現したデザインを発表してきている。この大気はその名の通り地球を覆う大気をイメージしたデザインである。空気の流れが目に見えるデザインを表現すべく、デザインは天から舞い降りた2枚の羽衣をイメージしている。スタイルはニシーターのライトウェイトクーペで伸びやかなフォルム、フロントからリアへと伸びていく曲線など、今までの流れデザインより、 存在感あるものとなっている。特にリアのデザインは特徴的で空力性能を重視して全面と影面積を薄くしてある。そのおかげでこのボディは CD10.25 という高い空力性能を備えている。エンジンは新世代ロータリーエンジンレネシスを FR レイアウトで搭載する。この新開発ロータリーエンジンは直噴システムアルミサイドハウジングを採用しており、 排気量は、現行レネシスの 650cc2 から 800cc2 に拡大、熱効率やトルクも向上されている。インテリアは恋のぼりにインスピレーションを受け、エアチューブをコンセプトにデザインされた。ダッシュボードやシートやドアトリムは風の動きを表現したデザインとなっている。ありがとうございます。